長沼営業所、草野車湖9、花見川車庫、京成バス、長沼営業所は、千葉県千葉市稲毛区長沼町に位置し、千葉市稲毛区、花見川区、三浜区、桜市、八千代市、四街道市内の各路線を所管している京成バスの営業所で、かつては船橋市や奈良市の市にも路線を有していた。車内の営業所記号は LO、NO、を用いる。 いくつもの住宅輸送路線を抱えており、全長の長い車両などが配置されていることも特徴の一つである。過去には3扉の車両も多く配置されていたが、1990年代後半以降は低床式車両になったためか、新規には投入されず、通常の2扉車での置き換えとなった。1950年代末の千葉八千代間路線長沼営業所は、 1969年に、それまで、千葉営業所の配下にあった草の車庫を分離独立し、営業所としたものである。営業所のある長沼に初めてバスが走ったのは、戦前の1933年と早く、これは当時千葉駅穴川間の路線を運行していた、千葉市外自動車がこの路線を延長し、千葉駅長沼間の運行を始めたことによる。その後、 陸上交通事業調整法に基づく戦時の交通統制により、1944年に京成が同社を併合し、路線は京成の千葉営業所に引き継がれた。以後、長沼営業所開設までの24年にわたって、千葉営業所の管理のもとで、千葉市西北部から八0台に至る地域の路線拡充が図られることとなる。終戦を経て1950年代に入るともなく、 京成は千葉長沼線を広へと延長した後、柏井橋経由で八千台方面へ延長し、1954年からは、茅谷電線の線名で白橋まで運行するようになった。また、1956年には横戸線が開通。八千台大駅設置後の1957年には八千台大線が開通し、鉄道での行き来が不便な千葉や千代間の連絡が強化されていった。 なお、これらの路線は、京成千葉駅を起点に、国鉄千葉駅を経由して運行していたが、特筆すべき点として、昭和30年代頃まで、両駅間が大和橋や県庁前に迂回するルートとなっていたことが挙げられる。これは、県庁への足を確保することはもとより、当時これらの地区が商業、行政の中心地として賑わっていたための措置であり、 平行する船橋営業所の労線、畑線も同様であった。同じ頃、千葉市では郊外の軍事施設跡地や山林、農地であったところに徐々に新しい住宅地の建設が始まった。前期の市街へ向かう路線と並行して市内路線の整備も進められ、これら新住宅のそばを通るものもいくつか開設されている。1954年に開通した。 花川線は、とどろき町市営住宅の西側を通り、黒砂線は1957年に、広大稲毛団地の前を通るルートで開通した後、遠征市営住宅まで延長。1958年には、ケミ川線が、花園町の小立住宅地を通るルートで開通した。もっとも、これらの路線はルートを見てもわかるように、住宅地の輸送だけを目的としたものではない。 逆に言えば、この頃の住宅地は、このような輸送方法で十分対応し得る規模の、ものであった。しかし、1960年代の半ば頃より、個数が数千個に上るような大規模団地が、計画されるようになり、特に東京への通勤に便利な千葉市西部では、次々に造成が進められた。こうしたところでは、団地の輸送に特化した路線を開設しなければ、 ラッシュ時の需要に対応できない上、従来のような、千葉の中心市街地を目指すルートではなく、最寄り駅にダイレクトに至る路線が求められた。これらを背景に、旧野木市営住宅への足となる宮野木線の開通を、きっかけとして、昭和40年代に入ると、千草大団地線、あやめ大団地線、勝田大団地線、小手橋団地線、さつきが、岡団地線、ファミールハイツ線と、 急速に団地輸送路線の拡充が図られた。なお、京成群の木団地の輸送は、黒砂線の延長により対応されたが、路線を分割して、全体の長さを短くする措置が取られている。こうした中、1969年に、長沼営業所が開設された。長沼営業所はしばらく、草の車庫の実を管轄していたが、周辺エリアの住宅地造成による、 路線新設や1991年の千葉都市モノレール開業による運行形態見直しなど数々の路線再編を経て2000年から旧桜営業所の下にあった花見川車庫廃下に加えた2000年に入ると桜市とその周辺を担当する桜営業所が京成バス本体を離れることになり古会社千葉グリーンバスが設立された一方 同じ桜営業所管轄である花見川車庫は引き続き、形成が受け持つことになったが、距離的に近い長沼営業所の管轄に変更された。こうして、2000年7月16日以降は、花見川団地線や花見川南線、各営団地線が花見川車庫の担当となり、その他の桜営業所の路線、すなわち、田町車庫担当路線が千葉。 グリーンバスによって運行されるようになった。しかし、千葉グリーンバスは、桜市内を中心に担当することになったが、赤字路線の割合が高く、乗客の動向変化も、相まって、不採算路線の整理がその後も順次進められていった。一方、桜市内の一般路線で唯一形成バスに、残っていた、各営団地線は、比較的輸送密度が高かったが、静駅南口に乗り入れる。 他の路線バスは、千葉グリーンバスのみで、他の京成バスの路線とは孤立した存在となっていた。このような状況の中で、2012年10月16日より、各営団地線が千葉、グリーンバスに移管されることになり、担当の車庫持ち場グリーンバス設立前と、同じ多町車庫となった。結果的に、桜市内の京成バスの一般路線は消滅し、マイタウン、ダイレクトバス、 千葉北、四街道ルートのみが残っている。そして、2012年12月23日には、残りの花見川団地線、花見川南線、みもみ線が、奈良市の出張所の開設により、これらの路線を奈良市の出張所に移管し、花見川車庫は、バスの折り返し場、乗務員の休憩所としての機能のみとなった。なおこれ以前にも船橋営業所との路線の交換が、 行われていて、一時期は JR 総武線津田沼駅への系統も担当していたことがある。2014年3月13日に運行された稲霊4、稲毛駅、稲毛海岸駅から穴川、国道16号方面へ向かう路線である。稲毛駅を発着する京成バスの中では本数が多く頻繁に運行しており長沼営業所のメイン路線の一つである。 当例1当例2を合わせて、日中でも、毎時6から7本程度の高頻度運行である。このうち、あやめ台団地の団地内に乗り入れるのは、当例1で毎時4から5本程度。以前は、当例6も乗り入れていたが、現在は、乗り入れていない。あやめ台団地非経由で、小手橋団地まで向かう稲ネレ2が、毎時1から2本程度の運行であり、それ以外は、 当例一系統の運行である。以前は日中に、老人福祉施設である生き生きプラザまで向かう稲06が、毎時1から2本程度運行されていたが、1日数本のみに、減便された。2018年12月16日のダイヤ改正で、減便基調のダイヤ改正が行われ、特に休日ダイヤでは、当例には、毎時1本程度まで減便された。鮮明となっている。 あやめない団地は、スポーツセンター近くの国道16号沿いにある。団地前の国道にはいくつかの路線が走っているが、前日の通り、東01、東06系統の他と稲毛海岸駅と草の車庫を結ぶ稲毛03だけである。ただし、東03系統は、ルートの関係で、稲毛駅は経由しない。1986年より、深夜バスも運行している。 2010年10月1日より、京葉線方面からのスポーツセンターへのアクセスや、あやめ台団地、国道16号方面からの京葉線方面へのアクセスとして、当礼山の運行を開始。運行開始当初は、平日にも運行していたが、現在は土曜日のみの運行となり、朝から日中にかけて4往復運行。あやめ台団地自治会の発行する。 あやめ大30年の歩みによれば、開通当初は13分間隔と本数が少なく、停留所に長蛇の列ができることもあり、増発の要求が再三行われていたということである。また、団地の中学生の通学路線を兼ねた、畜佐大団地経由、千葉駅方面への路線の新設を自治会が求めたこともあったが、実現しなかった。八千代大線は、 八千代0台駅と老人福祉施設である生き生きプラザ及びスポーツセンター駅を結ぶ路線である。もともと八千代0台駅と京成千葉駅を結ぶ路線として八千代0台駅開設の翌年に開通したもので、当時はみもみ駅を経由して運転されていた。その後、度重なるルート変更を経て、1991年のモノレール。 開通時にスポーツセンター駅発着となり、以南は千葉営業所所管の穴川線となった。かつては1時間に1本ほどの設定があったが、利用者は少なく、1999年に行き行き、プラザ発着便の新設によって、抜本的に路線が見直されて、スポーツセンター駅発着は1日1往復のみになり、2014年に廃止された。なお、穴川線は、 その後千葉シティバスに移管され、2016年にスポーツセンター駅発着便が廃止されている。2021年には鉄鋼団地、花島公園のどちらも経由しない8100系統が新設された。長沼営業職種の境内路線を走る N523 号車ャグルの木にある、京成団地、及びその周辺住宅地の足となる路線である。本数が多いのは、 私立千葉高校経由の稲11系統であるが、この系統は長沼営業職士の境外路線であり、ほぼ全線通して、幅の狭い道路を走っていくことが特徴である。稲13は稲11の出入小便であるが、京成団地入口、草の車庫間は稲12と同じ経路をたどる。稲十三は、草の車庫方向のみ、稲十一が通る京成団地バス停を経由しない、ケミガ線は、 新ケミ川駅を起点に、花見川区を縦断し、区内陸部の鉄鋼団地方面に向かう路線である。もともとこの路線は、昭和30年代に、京成千葉駅を起点として、千葉街道を延々と走り、新ケミ川駅を経て、畑に至る路線として開設された。その後、昭和40年代に新ケミ川駅起点に短縮され、鉄鋼団地方面への延長がなされた。 また、平成に入り、千葉市が政令指定都市化されると、小手は市団地から花見川区役所への足となる便が設けられた。水保の森線は、新県川駅と新興住宅地の水保地区を結ぶ短距離路線で、同地区の開発事業者である鹿島からの委託によって開設されたものである。当初は専用の小型車によって運行されていたが、 利用者の増加に伴い車両の大型化が図られている。2009年5月1日に千葉シーサイドバスが、幕張駅花見川区役所間に路線を新設したが、これにあたって、前日の4月30日より、競合する、この2線と、花見、川南線で運賃の一部値下げが実施された。稲毛駅から遠征、宮の木経由で、さつきが、岡団地に向かう路線である。 元々は、稲毛区ぐの儀と花見川区ぐの儀台にまたがる、宮野木市営住宅への足として開通した路線である。この路線の開通以前から、住宅の前の道路には、京成電鉄が畑線や八千代台線を走らせていたが、いずれも千葉市街に向かう路線であり、本数も少なかった。そこで、この路線が、最寄りの鉄道駅である稲毛とを結ぶ足として、開設された。 旧野義市営住宅発着時代の折り返し、2006年2月1日より、競合する平和交通の稲毛線全便がこの路線の、宮野義停留所直近にある平和交通本社まで延長され、頻繁に運行するようになったため、これに対抗する形で同日より運賃が値下げされている。小手橋団地線勝田台駅の南口から国道16号を経由し、 千葉市花見川区北部の小手橋台、横戸台に向かう路線である。開通当初は、現在の小手橋第5が小手橋団地という停留所名であり、そこが終点であった。停留所の西側に小さな折り返し所があったが、現在は宅地化している。その後、1980年代に横戸台に住宅地が造成され、入居が始まったため、 現在の小手橋団地停留所まで延長された。この路線の奇襲転換は直線で結ぶとそれほど距離はないが、バスは小手橋団地入り口まで南下して、再び北上する経路を取るため、実際にはその倍以上の道のりを走ることとなる。さつきが丘団地線を主に新県三川駅とさつきが丘団地を連絡する路線であり、同駅を発着する。 京成バスの中では最も利用者が多い。以前は往復で、乗降方式が異なり、新ケミ川駅方向は、前乗り運賃先払い、さつきが、丘方向は、中乗り運賃後払いとなっていた。これは新ケミ川駅での降車時間短縮を図るための措置である。かつては3、扉車が多数配置されていたが、1990年代末以降新規には、導入されておらず。 通常の2、扉車での置き換えが進んでいる。さつきが、丘団地線が開通したのは、1972年後期の、ことである。当時、各地の公団団地で、バス運行に対する不満の声が多く上がっていた、ことから、さつきが丘では、公団側があらかじめ新ケミ川駅前のターミナル用地を確保するなど準備を十分行う、こととし、京成側との折り合いをつけていた。 ところがこれに対し、新県美川駅側の住民からターミナル建設に対する予期せぬ反対運動を起こり、当初は5月頃の予定であったバスの開通と入居募集は半年ほど延期されることとなってしまった。この線の出入庫はもともとは同成街道経由で行われていたが、振動の開通により千葉北高校経由となり、さらにこの区間を営業運行する便が、 わずかにできた。この便は1999年に海浜病院まで延長され、中部三浜横断線という別の線名が付けられていた。新ケミ川駅南口と海浜病院の間は、千葉海浜交通磯辺線と並行しているが、ケミ川浜駅のみ停車する。また、これと同時に、さつきが岡団地線の行き行きプラザへの延長がなされたが、これは、 同施設への連絡と、発線外大線の経路変更移行バス便がほとんどなくなっていた、小手橋町における運行増加を目的としたものである。なお、この延長区間は利用者が大変少なく、2003年頃に一度は廃止に向けた協議が行われたが、千葉市が廃止移行路線に対する方針に改めるとこの申し出を取り下げ、逆に2006年4月に、 北部循環線を開通し、この地域における運行を拡大した。稲毛駅から穴川十字路を回り、大規模マンションのファミールハイツに至る路線である。終点、ファミールハイツは、京成団地とかなり近い場所にあるが、京成団地線とは、経位地が全く異なっている。穴川ファミールハイツ入り口は京弁鉄道の廃線跡を走る。 長い間30分間隔で運行していたが、1998年12月改正より20分間隔に増発された。稲毛駅から千葉北地区にある住宅地に向かう路線で営業所開設当時は、当時の京成電鉄千葉線が国鉄総武線と競合関係にあったため、長沼原にある国鉄の分譲住宅に路線バスをつなぐことに難色を示したため、 ビルフォーレイナゲ分譲開始時に開通した。その後、経由地の変更や分岐線を増設し今に至っている。大きな変更として、かつては、稲毛駅穴川十字路の間は、法意県敬愛学園に稲毛区役所を通らず、女子高校を経由していた。稲34は、平日朝のみ、運行の稲33の急行便で草の小入り口、及び O2 パークのみに停車し、 穴川十字路から小中台町経由になる。稲毛海岸駅に向かう N578 号車、京成団地から稲毛駅を経由せず、稲毛海岸駅に至る路線である。解説の主な目的は、稲毛海岸駅を通る羽田空港行きリムジンバスへの連絡であるが、利用者は多くなく、中型車で運行されている。 かつては、三春の専用の小型車両で運行されることもあった。開通以来、土休日のみの運行を続けてきたが、2006年2月1日より、平日も毎日運行するようになった。また、経由する道路の大半が平和交通や、同じ形成グループの千葉海浜交通の事業エリアで、あるため、その間には停留所を設置していなかったが、遠征、 旧の岐阜県において、平和交通との競合度が増したことにより、同年6月5日に、遠征町交差点、熊野神社の二停留所が設置され、全便が停車するようになっている。千葉北ルートマイタウン、ダイレクトバスマイタウン、ダイレクトバスは、東京都心と千葉県を結ぶ通勤高速バスであり、長沼営業所では、その2番目の路線である、千葉北ルートを運行している。 長沼源泉の長沼原町を起点として、ビルフォーレイナゲ、ハギ入口、バンズモール、草の車庫、長沼、花見川消防署前、行き行きプラザ入口に停車し、千葉北インターから高速道路に入り、東京駅、篠の目車庫に至る。一部便では、東京臨海高速鉄道臨海線の国際展示場駅を経由する。勝浦方面に向かう n 号車。 急行クシ市高目田病院行き幕張メッセ発、E キャット行き臨時シャトルバス場の回る、豪北部巡環線は、千葉市花見川区北部の交通不便地域解消と、福祉施設の連絡を目的に開通した路線であり、地域住民の意見を取り入れて、ルートが設定されている。草の車庫を起点に、千葉北高校、さつきが、丘団地、広尾を経由して、行き行きプラザに至り、 ここから柏井、横戸、小手と、台を回る両回りの循環線となる。ただし、半数の便は行き行きプラザイ北での運行である。運行開始当初は、スポーツセンター駅が起点であり、循環区間は、右回りのみであった。この線の独自区間のうち、柏井町の区間は1999年に、茅や電線が廃止されて、以来、横戸町の区間は昭和40年代に、 横と線がルートを変更して以来、バスが全く走っていなかったところである。また、それ以外の沿線地域も区内の公共施設との連絡が希薄である上、既存の花見川行き行きプラザを発着する路線の一部について、形成は廃止の意向を示していた。以上のような背景から、この地域におけるコミュニティバスの運行を望む声が高まり、地域協議会が設置されて、 具体的な話し合いが続けられていた。千葉市では2003年にコミュニティバス運行に関する独自の指針を打ち出しており、すでに市東部では、サラシナバスやオマゴバス、それに、泉バスの運行事例がある。しかし、結局この地域では、京成バス側が上記の廃止以降を撤回し、新たにこの路線を独自に開通することで、対応することとなり、市による運行は見送られた。 上記のことから、同じ市内の交通不便地域を循環する路線で、あっても、この線と、市東部の二路線とでは、運賃設定や、収受方式をはじめいくつかの相違点がある。1954年8月1日付で開設。当初は、船橋営業所所管で、その後、四街道側からの草の車庫打ち切り便ができたのをきっかけに長沼と船橋の共感になる。 1996年6月30日限りで、津田沼駅までの運転を廃止し、草の車庫四街道駅間に短縮して、長沼へ全面一貫。さらに2004年、千葉内陸バス密は大車庫へ一貫された。1950年1月1日、千葉線の名称で開設。当初は、船橋営業所所管。1978年に、草の車庫までに短縮される。 1991年、千葉都市モノレール2号線開通に伴い、スポーツセンター駅まで再度延長され、同時に花見川車庫へ移管。1996年4月26日限りで廃止となった。1997年、三春の翼の荷重宅地を開発した野村不動産から委託を受けて開設。翌1998年に、 形成の一般路線となり、2006年1月16日付で、千葉内陸バス三つは大車庫へ移管。2013年6月24日付で全線を通して運転する7往復の運行が、千葉内陸バスに移管され、同年9月1日にさらに7往復移管され、12月1日にすべての便は移管された。なお、草野車庫行きは、 勝田タ団地線の入庫の関係で2本残ることとなったが、2020年4月1日の路線移管前日の3月31日に実施されたダイヤ改正にて路線撤退となった。稲毛区の南東部に位置する畜佐大団地の主な足となる路線であり、全線が千葉市特殊区管制一区近日運賃の短距離路線である。開通当初は、 とどろき町の経済高校前を経由するルートであった。京成バスは、西千葉駅を発着する多数の路線を有していたが、2018年3月16日より、畜産台団地線が千葉、シティバスへ移管されたことにより、西千葉駅発着の京成バス路線はすべて子会社へ移管され、京成バスは、西千葉駅発着の路線から撤退した。稲毛成田線に充当される。 N238 号車、マイタウン、ダイレクトバス第3弾。当初は、ユーカリが丘地区と東京駅、シノノメ庫を薄い、ソメイの、千代田団地入り口経由四街道インターチェンジルートと、静駅入り口、三春の団地経由千葉北インターチェンジルートとのに、系統で結んでいた。シノノメ庫は、当該路線より、新規乗り入れを開始した。都営バスの深川車庫そばにある、 一部便では、東京臨海高速鉄道臨海線の国際展示場駅を経由する。勝田台団地を循環運行する N588 号車勝田台団地線は、東洋高速鉄道と京成本線が交差する勝田台駅の南口から、勝田台団地を循環する路線であり、東回りと西回りがある。勝田台団地は、勝田台駅の南側に広がる。 小て住宅地であるが、駅のすぐそばにあるため、この路線は長沼営業所の中では特に運行距離が短い。この線の千葉銀行前停留所近くには小さな奏車場がある。市営レーンコースや千を中央駅コース結み、小学校通学支援コースぐるっと、午後2012年12月22日をもって、東営営業所から奈良市の出張所に移管。その後、 2014年7月31日まで車両の管理と運用を京成バス、東洋バス両社が行っていたが、同日をもって多くの路線が廃止された。現在残っている8000台台コースは奈良市の出張所が担当している。長沼営業所は草野車庫、花見川車庫で基本的な車両メーカーが異なるという特徴を持っていた。長らく草野車庫では、 日野自動車製車両を基本に配置してきたのに対し、花見川車庫はもともと桜営業所の管轄で、同所の田町車庫と同じく、いすず自動車製車両を基本に配置してきた。現在でも、長沼営業所は日野車が主力である。かつての花見川車庫も車両配置のなくなる直前の時点では日野車が配置されたりするなど、車種構成に変化が生じていた。 車両不足時や検査時などに草の車庫配置車両が花見川車庫に貸し出されたり、その逆が行われることがあった。かつては3、扉車も多数在籍していたが、現在は2扉で中扉を4枚折り戸、または一般的な引き戸としたワンステップ車、引き戸のノンステップ車が主力である。現在は旧花見川車庫から奈良市の出張所に転属した車が戻ってきたり、 各営業所からの転入で、イスズ社も、そこそこの初体となっている。非常に珍しい例として、イスズジャーニー J が、千葉中央をバスカラーのまま、N130 として花回る号専用で、運用されていた。その他、マイタウン、ダイレクトバスに使用する車両として、日野、セレガなど高速用車両が配置されている。また、廃車されたバスは、関東鉄道バスや、千葉内陸バス。 千葉レインボーバスなど、主に、京成グループに上渡もされている。ありがとうございます。